なんかまだリコピさんが来てない公演が想像できなくて、頭の中では分かってるんですけどね。美観でも、稲ちゃん大丈夫か、なんかね 今日洗濯物たちで全然泣ける歌詞じゃないじゃないですか。いい歌詞なんだけど泣ける歌詞じゃないのに、どんちゃんとってありがとうございます。なんか歌われ一番最初歌うんです、私。うちさん代わりありがとうございます。日向の庭先とか歌うんですけど、なんか歌いながら泣きそうになっちゃって 洗濯物として泣きそうになるのって、自分でもびっくりしちゃって、えみたいな、そんなことあるとか思って。タカさんファイトありがとうございます。今日帰れなくなった。え、なんで、え、あ、そっか、熊本県民か。昔よくある な、私自己紹介絶対泣いちゃうんですよね。喋れなくなっちゃう。なんかただでさえこうグッて我慢してるのに、自己紹介喋んなきゃいけないから、喋るとさブワって出るんですよ、全部。洗濯待ちで、なんか、え、そう、だからバカなに、なんか、え、でも変だよね、洗濯物たちで泣いちゃったんだよねって言ったら、え、わかる、なんか全然違う曲の時泣いちゃうよねって。葵さんとか、さやまるさんとか、はなさんとか、そう、ゆるさんとかずっと、大丈夫って言ってくれてました。温泉しいたけかぼすとクリナっていう、やつは R24 の公演の時に、チーム美容師って曲あるじゃん、あれを R でやってたんですよ。あ、じゃあ R でコンサートの時にやったんですね、確か。その時に、あなたは今日でたたたなくりな推し、ふん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 の時のやつが、ほら温泉しいたけかぼすとクイナだったんですよ。だから多分それのイメージだと思う。カンさん、リボンくんありがとうございます。どんな顔っていうのが今日長尺で、なんか、いや、そうだから、なんかもう、どんな、なんかでも情緒ぐちゃぐちゃすぎて、わかんない、深呼吸、え、深呼吸っていうか、押さえて、押さえて、心無にしてってずっと言われてた、自己紹介の時は。なんか、悲しい気持ちと、でももっとなんか、マリアさんとかも泣いてたし、マリアさんとかも、もうやっぱずっと我慢してたから泣くの。だからなんか、私より悲しいよね、みたいな。私なんか、マリアさんは強くなるために我慢してたけど、私は我慢できなくて、泣いちゃったりしたから、結構なんか、リコピさんが大丈夫って言われたせいで、なんか逆になんか、でもマリアさんはそれでも我慢してるんだって思って、なんか逆になんか変な感情になっちゃって、なんか自分だけ美味しい思いをするのが嫌っていうか、なんかそう言い方違うんですけど、別に泣いたから美味しいとか思ってないけど、でもなんか、なんて、分かる、この気持ち、言いたいこと分かってほしいな、なんて言うんですかね、なんかもっと我慢してる偉い人はいるのに、私は泣いちゃったから、私ばっかりなんかそうやって声をかけてもらって申し訳ないみたいな、なんか謎の変な感じで呼ばれてきちゃって、なんかどうしていいか分かんなくて、もうどんな顔していいかも分かんないな。私の今日の目標は泣かないことですとか言ったら、めちゃくちゃ泣いた。今日はハート作ってもらって、そう、みんなツイートにいいねしてきてください。ちゃんと最後の衣装バージョンと、リコプさんの ファンの人が今日着てた T シャツバージョンでちゃんと写真撮ってもらったんで、いいねしてきて、みんな。ほら、今みんないいねした。360個いいねつくはずだから。でも、リコプさんはでまだ表でお仕事をされるから、みんなも、前向き、まあ寂しいけどね、寂しいけど、でも前向きっちゃ前向きな感じはちょっとした気がする。わかんない、私の勝手な想像で申し訳ないけど、なんかリコピさんのファンの人は、その卒業が悲しいっていう人、悲しくて泣いてる人ももちろんいたと思うけど、でもなんかどっちかというとこうメンバーの関係性とかで涙してる人も多かったんじゃないかなと思って。卒業自体はさ、これからタレントさんになるわけだし、表で活動するから、まあ簡単に会えなくなるかもしれないけど、表で活動を見ることができるじゃないですか。だからなんか前向きな気持ちの方も何人かやっぱいたと思うんですよね。303、800回目のおめでとうございます。だからなんかもう会えなくなっちゃう、悲しいっていう涙も多分あると思うけど、でもなんかこう、今までのこう、なんかメンバーとかとの思い出とかをこう想像して泣いてる人も意外と多かったんじゃないかなと思う。写真集何冊買えばいいですかね。でもなんかコメント、
コメ、一言コメントとサイン書いてほしい。お父さんの手紙もね、なんか素敵だよね。お父さんは文章を書くの上手だなって思った。写真集楽しみ。てか宮古島なのめっちゃいいんだけど、ひじりやん、完全なひじり。なんかリコピさんが分かんないか、これ関係あるか分かんないけど、リコピさんがなんか一時期なんかダイエットっぽいことしてるっぽいこと言ってたから、なんでだろうと思って、水曜公演に向けてかなって思ってた。多分それの撮影のためかも。726冊無理無理、死んでまう。ひじりやんって言っちゃった、宮古島ってた瞬間。日清月歩さんね、トラブレターありがとうございます。お腹すいた、焼肉食べたい、焼き鳥も食べたいけど焼肉も食べたい。あー泣き疲れた、明日やばい、目パンパンに腫れちゃうかもしんない。ニコピさんケーキちゃんと持って帰ったかな。じゅんちゃんお疲れありがとうございます。泣き顔可愛かったです。泣き顔が好きなのね。泣き顔フェチかしら。でもあんま泣きたくないんですよね。なんかいや、なんかっていうとなんか、いや泣いてるくせにとか思われるかもしれないけど、なんか泣いちゃうとさ、少なからずカメラが寄ってきたりとかさ、そのやっぱ先輩方とか優しいからさ、なんか大丈夫みたいになるじゃないですか。ってなってくるとさ、泣いたことによりフューチャーされちゃうじゃないですか、変に。なんかそれが申し訳なくて、なんかもっと我慢してる、なんか多分泣きたいけど我慢してる人も絶対いるし、なんかもっといっぱい話したい人もいるのに、私がなんか涙流したせいでなんか変にフューチャーされちゃうのがちょっと申し訳なくて。タカさんストーブありがとうございます。そうだから、なんか本当はあの今日エコピさんがこれ歌いたいって決めた曲あるじゃないですか、強さと弱さの間みたいなやつ。あれも立ち位置が本当はワッカーなリコピさん、リの私だったの、最初立ってるのが。そしたらなんかいろんな人がなんか、リナリコピさんの隣に行きなよって言われて、ユウさん雪の結晶ありがとうございます。そうだ、でもリノだってやっぱ寂しいわけだし、私は寂しいっていう気持ちはみんな一緒だから、そこで変になんか自分は隣に行きたいですって感じを出したくなくて、だからいやでもみんな横に行きたいでしょって言ったんですけど、まあ何やかんやリノがリノもなんか、いいよ行きなよとか言ってなんか譲ってくれたおかげでなんか隣になったんですけど。メルコさんお疲れありがとうございます。でもなんかだからちょっと申し訳ない、ありがたい気持ちもあったけど、なんかちょっと申し訳ない気持ちもあった、ごめんねって。なんか絶対隣にいたかったはずなんだろうに。三角さんお疲れありがとうございます。そうみんなが優しかったからあれですけど、でもなんかもうちょっと申し訳なかった、ごめんなさいっていう気持ちも結構あったかも。かゆい、なんか泣いたせいで目かゆい。今何分ぐらい経った？目がいつもと違う。そうちょっと腫れてるかも。てか赤い。マリさん、雪の結晶ありがとうございます。12分くらい OK。 なんか私どうしてもさ、いや関係ない、全然関係ないっていうか関係はあるんだけどないんだけど、その今日歌ったその強さと弱さの間にみたいな曲、ココロちゃんお疲れありがとうございます。なんかそれのサビに行くまでの音楽聞くと絶対頭の中に出会った頃はこんな日がのオリビアしか出てこなくて、頭の中になんかちょっと似てない、なんかサビ行くまでのその音楽的なやつが、もうどうしても私それしか出てこなくて、ずっとでサビの一番最初の歌詞が出てこないんです。もう出会った頃はしか出てこないから、思ってた、思うよね、同じだよね絶対いると思う。私本当に同じとか似てすぎて、もうその曲を歌いますって聞いた瞬間から、聞いた瞬間っていうか送ってもらって、よし聞くぜこの曲、初めての曲だと思って聞いてる、ずっとそれしか流れないの頭の中に、展開が似てる。そうだよね、分かるよね、分かる人いるよね多分。
でもね、めっちゃ良かったよね。歌詞合ってたよね、リコピさん。アイドル人生卒業後が一番輝くなって本当にやばい。マジでそれメンバーでも言ってたんですけど、なんかなんで卒業公演ほどあんな綺麗なんですかね。ゆうやくんお疲れありがとうございます。もみじと写真撮れなかったんです私、残念ながら時間がちょっと結構リコピさんもいろんな取材も入ってたし、ちょっとバタバタして撮れなかったんです、残念ながら。ごめんね。夏みかんさんには挨拶したお久しぶりですって言って、もみじ全員とね、なんかでもレジェンドって感じでしたねかっこよかった。気をつけて帰ってね。ありがとう。好きやでない、好きやで泣くな絶対。実は芋調子だったんですよ。いや知ってます、どう考えてもわかるやろ、あのサイト見たらなんで最初はリナのことも赤文字にしてくれてたのに。次の依存って、そしたらさ、めっちゃさみんなヨッピヨッピって書いてるからさ、ヨッピさんにそれさっき言った、ヨッピさんになんか MC でこれ話してまとめサイト見たら、じゃあヨッピでいいやってめっちゃ書かれてましたよって、そしたら仲良くしようなって言われましただからあのヨッピさんと仲良くします、私はリコピさんと仲良しになった分次はねヨッピさんと仲良くしますねみんな嫉妬しないでね、みんなが言ったんだからね。夢の顔に取り流れた瞬間トロッコ来るかなと思ったけど本当に面白いな。富吉さんもやってたよね、なんかああいうトロッコみたいなの R かなんかで。初めから結局あ言われてない。仲よっぴ仲よっぴかわいい、今度ツイッターに載せよう、仲よっぴって。嫉妬っぴやばい仲よっぴ嫉妬っぴやばいな。語尾はぴなら確かに、よくよくやってき、やめとけ、もうすごい硬いやつよくさん泣いちゃうね。えマジで本当に、もう本当にお見送りで泣いてる女の子とかやると気持ちわかるよってめっちゃ思った。あなった、ごめんね、ちょっと今日この後帰んなきゃいけないので終わりますね。明日お休みなのでちょっと長くできたいなって感じ。15位、間違えた。13位、中堅八高さんありがとうございます。12位、西プーさんありがとうございます。11位、エウリカさんありがとうございます。11位、トシさんありがとうございます。9位、ショウショウさんありがとうございます。8位、ケロックインさんありがとうございます。7位、ショウダイさんありがとうございます。6位、ピナピナさんありがとうございます。5位、ショウさんありがとうございます。4位、アタリさんありがとうございます。3位、スミさんありがとうございます。2位、ハルカさんありがとうございます。1位、タカさんありがとうございます。ブリハマチさんありがとう、ありがとうございます。おじゃる丸のキスケ。キスケ。顔はわかる。タカさん、神崎まさかずさん、ケロックニーさん、グッチーさんお疲れありがとうございます。スプッチーさんありがとう、ありがとうございます。チョクさんお疲れありがとうございます。HKT チョイツおじさん、花束ありがとうございます。バルタン太郎さんお疲れありがとうございます。ジュンちゃん、ラブレットありがとうございます。ユンユンさんお疲れありがとうございます。スミさんありがとう、ありがとうございます。じゃあ今日はちゃんとお風呂でお顔をいっぱい洗って目が腫れないようにします。じゃあ、おやすみなさい、バイバイ。さっきのしたツイートにみんな絶対いいねしてね、いっぱいいいねしといて、目指す人はいいね葵ちゃんお疲れありがとうございます。じゃあね、バイバイ。